大相撲平成30年3月場所は、2018年3月11日から3月25日まで、エディオンアリーが大阪で開催された大相撲本、場所である。幕内最高優勝は横綱、鶴竜緑三郎。横綱の白鵬と木瀬の里が初日から休場。初日は、関脇一家での連覇を目指す関脇とちのし横綱鶴流は白星。 しかし両大関は合栄道が玉鷲に押し出され、高安が遠藤に送り出されるという春場所らしい、波乱の幕開けとなった。二日目は土地の神が玉鷲に、叩き込みで早々に敗れた。各竜、合栄道は勝ったが、高安が小結一の城に、叩き込みで敗れ、連敗スタート。三日目は土地の神も合栄道も各竜も白星。四日目は各竜は白星。しかし、 土地の心は高傾昇に叩き込まれ、豪栄堂は遠藤に突き落とされて、それぞれ2敗目を起死して、優勝争いから交代。5日目は4連勝中の平幕のうち、勢い、青い山は敗れたが、小宝山、海星は5連勝。横綱角龍も5連勝とした。6日目は5連勝の平幕小宝山が大関、豪栄堂をと組まれ、引き落としで敗れた。残りの二名は白星。 7日目、8日目も、各流海星は、勝って、共に、中日勝ち越し。中日終了時点で他には1敗が、平幕、大奄美だけという状況。9日目は大奄美が敗れ、全勝の2名が白星。全勝が、各流海星、1敗がいなくなり、2敗が、大関高安、関脇土地の新、小結一の城、平幕大将丸ら7人が 追う展開となった。10日目7勝2敗小結び一の城と9、連勝平幕海星という注目の取り組みが組まれ、さすがに6枚目の海星が、一の城の重さに勝てず、寄り切られ初黒星。一の城勝ち越し。各竜は10連勝。各竜は11連勝の経験がない横綱で11日目が鬼門だ。海星は不戦勝を手にした。そんな中、 各竜は一の城を寄り切って、ジンクスを破った。しかし、十二日目波乱が、まず海星が遠藤に破れ二敗目。さらには先場所優勝土地の神が各竜を寄り切り、各竜まで黒星。土地の神は苦手だった横綱を破っての勝ち越し。終盤十三日目は、割が崩され、一敗各竜と二敗、海星の取り組みが組まれることとなった。海星。 さすがに横綱には通用せず、叩き込みで敗れ3敗。1敗、各竜、3敗大関高安、平幕改正、勢い。各竜は14日目、勝か3敗が全員敗れれば、優勝決定という非常に有利な状況に出迎えた。しかし、3敗は全員白星。迎えた結びの大関、合栄道戦。合栄道に攻められる場面もあったが、最後は叩き込みで、 豪栄道を下し、実に8場所ぶりの優勝を決めた。しかし、千秋楽波乱があった。大関高安と角竜。角竜が攻めていく展開だったが、土俵際に物言いがつき取り直しとなる。高安はこの相撲で足を痛めたが、取り直しの相撲は高安が一方的に土俵を走り、角竜は寄り切られてしまった。結局、角竜13勝2敗。高安は、 優勝時点の12勝3敗。来場所全勝なら綱取りもあり得る成績となった。主君賞は、関脇以下で唯一優勝した横綱、各竜を破った関脇土地の神に、関東賞は優勝時点の12勝3敗の成績の改正。技能賞は、持ち味の相撲を存分に発揮して小結昇進を確実にした遠藤にそれぞれ渡った。 歴史情報は2018年3月場所当時のもの。ありがとうございます。